皆さんこんにちは。こんにちは。本日は東京タワーにご来場いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。本日の MC を務めます上本千夏です。どうぞよろしくお願いいたします。東京タワー TV は毎週土曜日日曜日放送のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストをお招きしてライブありトークショーありで東京タワーの魅力をお伝えしていきます。この番組はパソコンやスマートフォンでどこからでもご覧いただけます。東京タワー大展望台1階クラブ333より公開生放送でお送りいたします。まずは東京タワーからお知らせです。4月5日火曜日から5月8日の日曜日まで1階正面玄関前に333匹の鯉のぼりと全長6メートルのサンマのぼりを装飾しています。色とりどりの鯉のぼりの中には1匹だけ全長6メートルのサンマのぼりが泳ぎます。このサンマのぼりは毎年秋の恒例行事三陸大船渡東京タワーサンマ祭りを通じて交友関係県にある岩手県大船渡市へ復興のエールを込めて飾られています。こちらはすっかりと東京の名物となった333匹の鯉のぼりと全長6メートルある1匹のサンマのぼり、青い空と東京タワーをバックに泳ぐ鯉のぼりをぜひご覧になってください。それでは大変お待たせいたしました。本日の東京タワー TV は特別企画としてミッシュさんの企画ライブインフィニティライブボリューム3スプリングスペシャルをお送りいたします。それではここでプレゼンテーターのミッシュさんをお呼びいたしましょう。ミッシュさんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ありがとうございます、はい、今回はなんともうボリューム3ということで、はい、もうね皆さんの応援のおかげで、ボリューム3を開催することができました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。3回目となりすっかりですね定着した企画ライブですが、はい、今回はミッシュさんの意気込みはいかがでしょうか。はい、もう今回も本当に豪華なメンバーでね盛りだくさんなので、はい、最後まで皆さん楽しんでってください。はい、よろしくお願いします。それでは早速今回のご出演アーティストの皆さんをご紹介いただけますでしょうか。はい、まずはトップバッター、情熱まりこさん、はい、ダンスと、はい、歌って踊れるシンガーソングライターということですごく、ね、個性あふれる、はい、歌をお楽しみください、はい、そして2番目にご出演の、はい、ガールフレンズさん、こちらも、6人の女の子のダンスユニットで迫力あるステージをお楽しみください。はい、そして3番手、ベイビーチアーズさん、はい、こちらはチアダンスとあのボーカル素敵な、ね、はい、爽やかな、歌を、ぜひお楽しみください、はい、そして4番目は、はい、私ミッシュのステージになります、はい、そして、5番目、ジャミーさん、はいはい、こちらも、キュートとクールを、モチーフにしたアーティストさんです、こちらも、迫力ある素敵な、はい、ボーカル、ダンスをお楽しみください、はい、そして、最後トリを務めますのは、はい、アイリさん、はい、声優シンガーとして活躍されています。はい、こちらもねパワフルなステージなので、はい、最後までゆっくり楽しんでってください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は素敵なアーティスト全6組で、はい、すごい裏がフレッシュな感じがして、そうですね、今日すごくね、はい、たくさんの大人数なんですけれども ね、はい、本当に皆さんねもう一人一人すごく個性があって、はい、楽しめると思うので、はい、もう最初から最後まで、はい、今日は5時間長丁場になりますが、はいはいすね、たっぷり楽しんでいただきたいと思います、はいはい、それでは早速インフィニティライブボリューム3スプリングスペシャル、はい、スタートです。ミッシュさんはここで準備の方に入っていただきますので、はい、また後ほどお願いいたします。それでは早速最初に登場していただく情熱まりこさんをご紹介します。京都府出身の情熱まりこさんは歌って踊るシンガーソングライターです。作詞作曲を自ら行い
ダンスも踊り、時にはピアノも弾きながら飾らない等身大の言葉で歌い、観客の心をすっかりと引きつけて話題となっています。関東関西のライブハウスでの活躍やフェス、海外での活動も積極的に行い、精力的に活動中です。また5月の13日には第2弾シングル、ありのまま裸のリリースが決定しています。それでは情熱マリコさんのライブをお楽しみください。大きな拍手でお迎えください。
さんどうも、はじめまして、シンガーソングライターの情熱まりこと言います。よろしくお願いします。手が空いてる方だけでいいので手拍子ありがとうございます。あったかいクラップ。Baby 待ってはくれないの、今日も明日も。 Hey baby 決めかねてる前に全て終わる。正常な感覚って何、会いたいなら飛んできて。 Woo! シンガーソングライターの情熱まりこと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。私は京都から上京してきて1年半前からこうやって歌って踊るシンガーソングライター、自分で曲を作って踊りながら歌ったり、あとピアノを弾きながら歌ったりして活動をしています。今日はですね、多分初めて情熱まりこ見たよという方がとても多いと思うので、
あの情熱マリコ、名前がめっちゃ覚えやすいと思うので、ぜひあの覚えて帰っていただけたら嬉しいなと思っています。そしてちょっと気になったなって思ってくださる方がいらっしゃいましたら、情熱マリコ私が出てきませんので、あの検索していただけたら嬉しいです。情熱が漢字、マリがカタカナ、子が漢字となっております。そこにフライヤーも置いてあるので、あのよかったらもらって帰ってください。それではですね、あの1年半活動してきまして、5月の13日にですね、2枚目のシングルを全国発売することになりました。そのシングルの曲を今から歌いたいと思っています。あの今日そこで物販やってるんですけど、物販でこのシングル予約していただくことできますので、今日予約して帰っていただけたらお家にシングルが届くので、買いに行かなくていいというこう楽ちんなあのシステムとなってますので、よかったら曲気に入ったら予約してもらえたら嬉しいなと思います。それでは次の曲聴いてください。ありのまま。
私はシンガーソングライターの情熱まりこと言いまして、自分で曲を作ってこうやって踊りながら今日は歌ってきたんですけれども、ここから先はですねピアノを弾きながら歌いたいなと思っております。普段はですねライブハウスを中心に活動をしておりまして、5月の
5月の13日にはですね、渋谷のブエノスというところで私の主催 あのイベントが決まっております。ぜひですね、こういう場所で見るライブもすごくいいと思うんですけど、ライブハウスで見るこうライブはまた一味違ったあのこう楽しみというか興奮があると思うので、ぜひよかったら5月13日ライブハウスに遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。そして先ほど歌ったありのままというあの曲のシングルの発売に先駆けまして、あの武蔵小杉のタワーレコードさんでインストアライブがですね4月の16日にありますので、それもですね京都市で観覧無料ですので、もしよかったらもう一回見に来ていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。私はですね、あの京都から上京してきてすぐにどうしても東京タワーに登りたくて、一人で東京タワーに来て、ここから東京の街並みを見下ろして、これからここで生きていくんやなって思ったんですけど、そんな場所で今こうやって歌が歌えていることをすごく幸せに思います。ありがとうございます。さあ次の曲はですね、今度出すシングル2枚目なんですけど、1枚目のシングルをあの今年の初めに発売しました。その曲は YouTube にもあの PV が上がっているんですけれども、その曲を1曲歌いたいと思います。人間として人間らしく人生を汚したいという曲です。聴いてください。人間として人間らしく人生を汚したして現れ現れ乱れ乱れて
今日は短い時間でしたが本当にありがとうございました。この後もインフィニティライブ長い時間ありますのでゆっくり見て帰ってください。それでは私は次の曲で最後になります。人生で一番最後の日に歌うための曲を作りました。聴いてください。最後の歌。幕のようにまぶたを下ろして、めっちゃ緊張したんですけど、最初そうですか、お客さんがあったかすぎても、はい、気にすぐ安心できました。ありがとうございます。もう全然、はい、緊張されてたというお話ですが、はい、全くそんな感じには見えなくて、はい、すごい堂々として。そうなんですね、はい、ダンスもあって、はい、それからやっぱりピアノもあってというか、はい、いろんな顔を見せていただいて、はい、僕お客さんもたくさんの顔が見れたんじゃないかなと思います、はい、いただけましたでしょうか。ちょっと私は気になることなんですけど、はい、情熱マリコさんってすごい特徴のある名前だと思うんですけども、 なんか由来とかってあるんですかね。そうなんです、私前にバンドをやってたんですけど、はい、そうなんですね。バンドを始めるときに、うん、マリコも本名じゃないんですよ。あ、そうなんですね。でマリコは憧れの名前で、マリコっていう名前でやっていきたいなってメンバーに言ったら、名字があった方がいいなっていうことで、みんなで一生懸命考えてくれて、はい、最終的になぜか情熱になったんですけど、覚えやすい名前でいこうっていうことで。そうですね、はい、覚えやすい名前なので、はい、皆さんもなんか覚えていただけたんじゃないかなと思いますね。はい、はい、お願いしま
はい、ライブでもちょっとお話しいただきましたが、はい、今後のライブの予定も教えていただいてもよろしいですか。はい、ですね、ライブハウスでのライブは5月の13日の金曜日に渋谷のブエノスというライブハウスで私が主催でライブをさせていただきます。はい、ガールズバンドの皆さんとかですね、あとこうやって踊りながら歌ってるようなアーティストさんを呼んでライブをしたいと思っておりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。皆さんお願いします。皆さんお願いいたします。この後は皆様の右手側のコーナーで物販を行いますが、今日は何を持っていただけているんでしょうか。はい、いろいろ持ってきたんですけど、一番最後に歌った2曲ピアノで歌った曲のシングルが今年の初めの方に発売されたんですけど、はい、そのシングルとか、あとはありのままっていう曲のシングルが5月の13日に発売になるんですけれども、はいはい、それの予約も今日受けたまれるので、もしよかったら気に入っていただけたら予約して帰っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この後すぐ始まりますので、はい、どうぞお立ち寄りください。はい、はい、ではインフィニティライブボリューム3、はい、トップバッター、はい、情熱まりこさんに飾っていただきました。皆様もう一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さてこの後は午後3時55分頃から女の子6人のダンスボーカルグループガールフレンズのライブをお送りいたします。準備をいたしますので今しばらくお待ちください。